郎の会社は土曜も日曜もないね。大ちゃんは今日も練習かい？ええ、練習試合なんですけどね。ミキちゃんは？今年から進学クラスは土曜に補習授業があるんですって。ちょうど皆さんのご夕食の時間も、ね、みんな忙しいわね。今夜はご家族で夜空をご覧になってはいかがでしょうか。それでは。Yeah.
あれだよ、その今日記念日だろ。よく覚えてたわね。好きな君へ笑わないで聞いてくれ、愛してるだなんて臭いけどね、だけどこの言葉以外伝えることができない、ほらねまたばかりして笑ったよね、いろいろあって、時には喧嘩もして、分かり合うための時過ごしたね、この広い僕ら空の下で過ごしたね、僕ら二人日々を刻み作り上げてきた思い募り、下手くそな歌を君に送ろう、めちゃくちゃ好きだと紙に誓おう、これからも君の手を握ってるよ、
あ、この時間珍しいな。お前帰宅部でしょ。つか何してんのそれ。うわ、今日夕日すげえ。一つ二つと星が出てきた夕焼け、あの日の帰り道で並び歩いた何気ない人、空色同じ色重ねた何やってる。うわ、今日星すげえ。うわ、本当だね。
ちょっと返してよ、ね、もっと返してよ。もう兄ちゃん、なんだよそれ。いや、今度さ、東京から息子たちが戻ってくるだろ。物置に使ってた部屋整理してたら出てきたんだよ。なんだ、結局同居することにしたのかい。あんなに嫌だって言ってたくせによ。いや、なんだかんだ言ってもよ、俺も年だからよ。で、どうなの、治んの？いや、それ治せないことはないけどよ、もうフィルムなんか使うことねえだろ今の時代。 DVD だよ、 DVD。 やっぱそうだよな。速達です。おい、佐藤。はい、ご苦労様。失礼します。あら、源さん、またサボってんの？サボってんの違うよ、今日は客だよ、客で。さ、そういうことだったらこれもいらないから処分しといてよ。いいよ。お父さん。お、これ友明じゃないの。そっか、監督になれたのか。お父さん、行きましょうよ。いいじゃない、行っといでよ。ほら、ほらら、なんてことするかね。お父さん、あいつと縁を切ったはずだ。でも、ようやく監督になれたんですよ。うるさい、これには関係ない。わかりました、だったら、私一人で行ってきます。勝手にしろ。俺知らねえからな。
会っていかなくていいんですか。ああ帰るぞ。大げさなんですよ、捻挫ぐらいで。大丈夫だ。お父さん来てよかったですね。Thank you.
雪の音がする。クリスマス、お前なんか予定あんの？バイト。俺も。振られるよ。お前さ、好きなやつっていないの？大丈夫、バス停すぐそこだから。
や、でも本当にいいから。ありがとね。君、誰か誰か助けてください。子供が生まれそうなんです。誰か助けてください。私が助けてやろう。本当ですか？ただし条件がある。あまで一生これから3億だ。
らのメロディー、この一瞬を過ごしていいそう、思い出と明日、お前に払えるか、ありがとう、もちろん辛い意味でも楽しく思えるのは一生かけて払ってみせます。また買っといてあげるから。続いてはこちらのニュースです、うん、明日買ってきて、うん、人気男性アイドルグループ竜巻のメンバー松宮城さんが今日一般女性と入籍したことを明らかにしました。所属事務所からマスコミ各社に送られたファックスによりますと、2人は2005年夏に知人の紹介として約8年の交際期間を経て今年結婚に。え、あんなのがタイプなの？お母さん昔から。朝午前10時に松宮さんは都内で会見を開く予定。挙式はその中タバコ買いに行ってくる。ハワイにて親族のみで行われる。最後にお天気です。今日の各地の気温です。最低気温、最高気温ともに例年よりも高い気温になりました。じゃあなんでお父さんと結婚したの？忘れちゃった。ドライマティーニ。今月分です。どうだい最近は。おかげさまで幸せな毎日です。よし、どこ行く？どこ行く？どこでもいい。じゃあ、ミッション。やだ、絶対行ける。え、どこでもいいって言ったんだ。じゃあ、買い物行こうか。じゃあ、あれ水着買って、海行こう。なんでなんで、なんで水着買う人？いやいやいや、海行こうよ。やだ、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 この歌を。
したねって言って笑うあなたにこんなにも好きだと気づく初めて出会えたあの日から増えていく気持ちです大切な人からもらった手紙なんだよ。ラブレター？よく知ってるね。めぐみ、パパお仕事中は邪魔しちゃダメって言ってるでしょ。はーい。ママには内緒だよ。
た明日はいつも自分の中、喜び悲しみつながる明日。去年より少しだけ暑い日が多くなるってテレビで言ってた。いつもの坂道でもう半袖のあなたが、振り返りも暑いってはにかむ笑顔。多くの中の私だけど、今年こそはあなた知らない、休みの前の日、長いあの坂道でみんなで夏祭りに行こうってあなた笑ってた。セミの声が激しくなって指折り数える夏祭り、浴衣いくつも選ぶ欲しいだけで、あなたへの想い届け夏花火、時は戻らずすぐ過ぎてくから、花火の音に紛れ隠してあなたに好きって言うの。
い